3番カルーつかないからこうやってみるやろ最初は思ってた上で何かして浜田君と萩野さんが 4番やね。はい、はい、森マリ出勤してます。メールは全部関係ない。出勤してません。多分押し忘れちゃう。GPS はこんなもん注意。出勤したら押すわ。どこでも押せんようにして、その現場の登録しようと。半径100メートルまで入らんと、電波悪かったりしたら押しっていうのに。まあまあ面倒です。入ってくるじゃない全然入ってくれない。それでほら、きれいにうまいこと言ってくれたらいいけど、押してない、押す、ほら、入ってないとかに、ね、入ってくる。一瞬で、ここにするかって話だけど、意味がないよね。いつもだと、まだ押し忘れ中だよとか、電池が切れ中だよとかで、出ませんよとか、実際、こんかったと思う。全然わかんない。なんでそれ始めたのか家で死んじゃったと結構あるだったよ警備とか高齢で来てなかったもうまあ知らないけどこんな家でなくなっちゃったこんなんじゃ始めたよ時代連絡者に
上がりや、うん、上がりメンバーはちょっとあの有利不利ちょっと1個ちょうだいよ。やらん。1個ずつくれたら俺が春の助けになるのね。やらん。しかも200円でやるのね。こんなん自分でか。です。今回ですです。旅に乗れるじゃん。これはいかん。今度もいっぺんに2つパターン、金時癖がついちゃうあれでしょ、カップ麺が1つでさっと何気でもう1個やったら気持ち悪いあれ、大阪だけあれこっちやらんがやろかな、ゲーム一緒だったらよかったもんね。あれなんかボコボコやん、こっち向こう、こっち向こうからは読んでオーレンってないけど、しんどいな。はい、お客さんも向こうの方が残したらおい、なんだったねこんなに行くわ、作るあれかもしれないね。ミッチが言うことと全然違うと、どんどんな勇気を全然良くなってない全然良くなってないギリギリをこう突っ込みの事故のやつは結構だよね。上の走りのはトラックが出てくるから2車線で来られる。確かにボコボコさえ直してくれたら1車線で出てくるかも。当たるんや何俺、俺に頼めって言うか、ほんなら怒ったらダメみたいな。3コマかも、まだ、カットしても3コマや。ほんならないで、また。じゃあもう、もう一個追加しておきましょう。なんか悩むかね。炭焼きとスタンダードか。自販機がない。朝回ったので自販機がないぐらいしか。ない。しかも。おっとっと。ないだよ。俺も含めてこっちだ。
後ろ掘ったのかいっしょ。あ、こたぶんね、まあ、本屋の時から本屋狙いだったね。アコとかサーティーワークとかアイスクリーム、こんなの中に工場に来たらよ、あるがやけど言うぐらいなんで、それもちょっとそれのことが入ってるぐらいな。ほらほら、清掃に来るよ。あの洗車するところがこっちに裏からね、荷台。だそれ高見の甥っ子かなんか多い。甥っ子って誰？だって兄貴の子。高見の兄貴。あ、長尾さん。高見の兄貴は一番の。息子と一緒。息子と一緒。一緒。保育とか小学校とか親の方が多かった。その兄貴の方が多かった。あいつおる。兄貴の方が多かった。いつも多いんだけど。そんなでこなっちゃう。高見の兄貴は覚えてない。高見の兄貴覚えてない。顔は人形に、うん、ピンとこかい。ピンとこかい。兄貴の方が俺らしい。二人とかあるじゃないけど。兄貴だって三つ上やけど。ああ、十年前とか。うん、まあ。シャワーの時らしい。面白い。面白い。高井の兄貴の嫁さんは確かに綺麗だかった。うん。高井の嫁さん綺麗。綺麗とか可愛い。うん、あ全然変わらん、結婚したところじゃ。やっぱりね、その辺で、クラスの嫁さんがランチの位置やね。こんな記憶が。疲れたね。いやー、大丈夫だわ。いつもでしょ。まんまと少女の策略にハマったぞ。まだまだ、これからや。これからまだ。まだ飲まされるわけ。飲まされる。Thank you.
もう一枚。え？じゃあもう一枚。あっぱれつけたね。めっちゃ違う。もうでは。何やこれ。水道水道ちゃんと便所水いい便所水つくな
Thank you.
出ちゃったな。うまかったで。
ウッドセットは。
動限界を超えてしまう。